いや、なかなかギャルになってますね。いいんじゃないですか、久しぶりにこういう姿も。結婚15周年でこの格好しますからね。そうなんです。お二人、ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、杉浦太陽さん、辻のぞみさん、はい、ご夫婦でお越しいただきました。ありがとうございます。夫婦なんですけど、この格好がね。そうですね、はい、もう早めに触れてほしいです。そう、早く触れてほしかったですね。かしこまりました。ぜひともここでご紹介させてください、はい、実はですね、今年はたまごっち25周年のスペシャルイヤーということで、25年前の発売当時を振り返りまして、なんと杉浦さんが学生服を、はい、はい、そして辻さんはブームを作った女子高生をイメージした衣装ということで着ていただいたわけなんですけど、平成感たっぷりの衣装でございますが、はいはい、いや、なかなかギャルになってますね。いいんじゃないですか、久しぶりにこういう姿も。いや、私初めてなんです、意外と。あ、そっか。そうなんですよ。あ、たまごっち25年前は25、まだ小学生だったかな。小学生か。そう、僕がちょうど高校生の時だったんですよ、うん、だからこういうギャルが増えてきたっていう時代なんですけども、なるべくね、楽屋裏でチャラくチャラくしなさいみたいな言われたんですけど、そうそう、なかなかならなくて頑張ってみましたけども。そうなんですよね、はい、いや、でもお似合いです。なんかお二人のこのお姿とともに本日オープニングセレモニーで、なんかさらにスペシャル感が増しております。言っておきますけど、僕ら結婚15周年でこの格好しますからね。そうなんです、はい、おもちゃとはもう一言で学ぶだと思います。もう本当に今はいろんなチークのおもちゃがあったりとかもしますし、あとはおもちゃを通してこう順番とか学んだりとか、友達と一緒に遊ぶってことを学んだりとか、もう学ぶっていうものの一言なのかなと思います。その学ぶと今のお話から聞いて、やっぱりお母様になられて特に実感されたのかなっていう。そうですね、でもやっぱり、うん、私本当に小学校中学校ってたまごっちやって育ってきたんですけど、その頃から育てること好きだったのかなってちょっと思いました。小学校からね。そう、子育てにつながるものをやってたと。そうなんです、ずっと何か育ててるなって思いました。ちょっとわかるけど、お世話したくなる感じね。うん、そう。